お座りマスコットとは、環境ソフトウェアの一ジャンルで、アクティブウィンドウの上に腰掛けるマスコットキャラクターを表示するソフトウェアの総称である。単にお座りと呼ぶこともある。また、英語圏では、ウィンドウシッターと呼ばれる。お座りマスコットは、アクティブウィンドウの上に腰掛けるマスコットキャラクターを表示するソフトウェアのことである。 アクティブウィンドウを切り替えると新しくアクティブになったウィンドウに腰掛ける場所を移動する動きとなっている。アクティブウィンドウを強調させることを目的とするという説明が行われることもある。アクティブウィンドウがない場合の動作はソフトウェアによって異なりタスクトレイやスタートメニューウィンドウの上に座るものもある。メイン機能はアクティブウィンドウの上に腰掛けることであるが 付随機能として、アプリケーション起動時や、一定時間経過ごとなどの条件で表情を変える、機能、吹き出しによる、メッセージ表示機能、ポップメール着信時の通知機能などがよく設けられる。また、マスコットデータを外部データとして置き、複数のマスコットを切り替える機能が設けられている、ものもある。エレメンタルソフトが作成した、Windows 版ソフトウェアクトウィンが、 書質とされている。アクトウィンは、マスコットの画像データやセリフデータなどを外部ファイルで持っているため、複数のマスコットを切り替えて、アクティブウィンドウに表示することができる。なお、同作品は後に、アクトウィン32と解明されている。その後、来る、道まりによって、ユニックス KOS を対象とした、移植版アクチが シオナミをベースとして1997年に作成され、2003年には後継ソフトウェアであるミカピックスへと引き継がれている。ミカピックスの最新版は GTK ベースのアプリケーションとなっており、ユニックス KOS だけではなく、Windows にも対応したクロスプラットフォームアプリケーションとなっている。同ジャンルのアプリケーションとしては、他に Wintop に Mind、マインド 深須塩波メイドズマルティお座りマルチなどがあるありがとうございます